君もやる気満々だ。そう、私は親父とは違うから。あのクータラと違っていつでもやる気満々。五郎様はどうしたの？牢屋の中、暫定性投獄されたよ。シュッ、頭離せばいいんだ。俺の師匠だ、あまり悪く言わないでくれ。うん、そうだね、やめよこんな話。私もムカつくだけだよ。それより、よっ、田舎者の話は大切ね。おしゃべりはそこまで、実験を始めましょう。まさかとは思うけど、こんなところで死なないでちょうだいね。セットマシン起動完了、戦闘データの収集を開始。よっ、負けらんないし。スカーレット様、このままでは開発エリアに侵入されてしまいます。しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。はっ、さっきの見たでしょ、こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしても動きに隙がなかった。ウータイの忍び、まだお子様に面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。
後で報告お願いね。は、開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、復帰経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。普通のマテリアだ。俺たちの獲物じゃない。いただきます。Thank you.
して登れそう？あれ？ここはマテリアの匂いがしないよ。もっきゃけなのか？
ち。迷っちゃったな。先輩、落ち着こう。あ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど。当たり前だよ。はっ、嬉しいよ。ゾノ、わかる。私たち東京の仲間だ。ああ、心強い。はっ、よし、行こう。